あなたは現実ではありえない怪奇現象に遭遇したことがありますか？遡ることおよそ56年前の1967年秋頃、ドイツバイエルン州ローゼンハイム、この町にある法律事務所で仕事中の男女が怪訝な表情を浮かべながら話していました。あれ、また電気がチカチカしてるぞ。嘘よ、電球ならこの前交換したばかりじゃない。そしてこれを皮切りに事務所では奇妙な出来事が次々と起こり始めます。最初は些細なことでしたが、不可解な現象はさらにエスカレートする一方でした。やがて興味を示した研究家が調査に乗り出します。そして調査の結果、その研究家はとんでもない結論を言い出したのです。調べた結果、おかしな現象はおそらくあの女性の仕業です。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。オソス、ケンちゃんです。モテる香水を最後の一滴まで使い切ったヤミコです。アニメアルゴメトリーでは、本当に実在したかどうかわからない世界中の都市伝説や超常現象について真相を深掘りしていきます。今回ご紹介するのは、弁護士の法律事務所で次々に起こった怪奇現象について。え、職場に幽霊でも出るの？そんな怖いところで働くなんて絶対嫌だわ。ホラーが苦手な従業員にとっては恐怖だったでしょうね。その法律事務所では具体的には何が起こっていたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。怪奇現象の正体。遡ることおよそ56年前の1967年秋、ドイツバイエルン州ローゼンハイム、この町にある弁護士アダムの法律事務所で、ある時期を境に不可解な現象が起こるようになりました。天井に吊り下げた電気が急に消えたかと思うと、まるで振り子のように揺れ始めます。ただ部屋には風もなく、誰も電気には触れていません。まあ停電か何かだろう。従業員は少し気にかかったものの、さほどは気にせず、そのまま仕事に戻ります。しかし今度は別の場所で、何これ、コピー機が勝手に動き出したわ。突然動き出す室内の機器、誰もスイッチを押していないにもかかわらず、コピー機が勝手に印刷を始めてしまいました。おい、落ち着けって。何かのエラーだろうよ。あれ、この花瓶ついさっきまで向こうの棚の上にあったよな。やめてよ、この部屋には私たちしかいないはずよ。花瓶がいつの間にか移動しているかと思うと、その直後、続けざまに現像液の容器が勝手に倒れて、液体がこぼれてしまいました。まるで誰かが意図的に操作しているように。しかし部屋の中に第三者の姿はどこにもありません。いやー、考えただけでゾッとする。しかもこういうのってだんだんエスカレートしてくるのがセオリーよね。おや、ヤミコさん鋭いですね。最初は電気が点滅する、電気機器が勝手に一定時間稼働するといった些細なことばかりだったんですが、ついに業務に支障をきたす事態になっていくんです。数日経ったある日、その日も事務所では数人の男女がいつも通り仕事をしていましたが、部屋のどこからか壁を乱暴に叩くような音が。ちょっと、いたずらならやめてちょうだい。女が不機嫌そうに声を上げるも、壁際にはやはり誰もいません。周りの者の表情がみるみるこわばり始めます。きっと風のせいだ。きっと隣の部屋で誰かが荷物でも運んでいるのだろう。誰もが自分にそう言い聞かせながらも、恐怖に震えていました。今は仕事中だ。仕事に集中しよう。しかし、その思いは残酷にも裏切られます。一体何なんだ。混乱をさらに煽るように、机の引き出しが一人でに開いたり閉まったり、そして次の瞬間、これまでで一番信じられない光景を目にします。おい、どうなってるんだ。まるで生きているように動き出したのは、なんと巨大なタンス。重さ約180キロもあるタンスが一人でに動き回り、事務所はパニックに。もはや気のせいでは済まない事態となっていました。やだ、この職場呪われてるの？やばすぎて逆に遊園地のアトラクションみたいに思えてきたわ。そんなに楽しかったらどれだけ良かったか。そしてついに事務所で働くこと自体が困難になっていきます。
従業員たちは次々と起こる異常現象に心身ともに疲弊していました。人への直接的な害はないものの、霊的な力なのか自然現象なのかは全く不明のまま。特に顕著だったのは電気関係です。ある時、事務所中の複数の電話が一斉に鳴り出しました。はい、アダム法律事務所。あれ、従業員が出ても電話の向こうに人はいません。さらに、そうですね、その件は現在調査中でして。あれ、もしもし。重要な会話をしている最中にいきなり電話が切れる現象も頻繁に起こるようになってしまいました。そして決定打となったのは、事務所に届いた電話代の請求書。おい、一体何なんだこの金額は。以前と比べて法外に高い金額に跳ね上がっていたのです。驚いたアダムは電話会社の人間を呼んで調査してもらうことに。しかし、その点検の結果、電話のメーターが何度も通話中になっています。1日に何十回も電話をかけたりしませんでしたか。もちろん従業員の誰もがそこまで頻繁に電話をしていません。ちなみに主にかけられていた通話先は0119、現在の時刻を聞ける時刻案内ダイヤルへの電話でした。え、幽霊ってそんなに今の時間が気になってるの。そういうわけではないと思いますが、これがもし現代のエロサイトにかけられてたらどえらい金額になってるでしょうね。アダムは仕方なく事務所の電話を全て新品に取り替えることに。しかし、不可解な現象が止むことはありませんでした。電話以外の電気機器にも容赦なく異常が現れます。事務所中の電球がいきなり一度に破裂。さらには誰も手を触れていないのに電球が突然外れたり、電気のヒューズが予告なく飛んだり、もう一般的な電気異常とは思えません。そこで今度は電気技術者に来てもらい、細かく点検してもらいました。その結果はというと、事務所の電流や電圧が異常なブレを起こしています。しかし、はっきりとした原因は分かりません。それにこの近くのビルも調べましたが、こんな異常はここだけです。調べれば調べるほど謎を増していくこの不可解な現象。まったく、どうすりゃいいんだ。解決の糸口が見えない現実に、アダムは頭を抱えることになりました。調べても原因不明じゃどうしようもないじゃない。もういっそのこと悪魔払いでもした方が安上がりなんじゃない。従業員の中にもそう思う人がいたでしょうね。でも実はここから、悪魔払いではない別の専門家が動き出したことで、とある事実が判明していくんです。研究家の調査結果。ここか。怪奇現象が止まらない法律事務所の噂を聞きつけ、ある男がこの事務所を訪れました。彼の名はハンス・ベンダー。ベンダーは超常現象研究会のメンバーであり、超心理学者としてドイツで名の知れた人物です。彼は早速事務所に監視カメラと電気系統をモニターする機器を設置。すると、様々な怪現象を捉えることに成功しました。おお、これはすごいぞ。再生した録画映像に映し出されていたものは、一人でついたり消えたりする電気、床を移動する大型キャビネット、壁にかけられた額縁の絵が勝手に回転をし始める光景。そしてこの時同時に非常に強力な電力サージが計測できたのです。さらに2人の物理学者が調査に加わり、怪現象が起きる最中には未知のエネルギーが作用していると主張。しかし、結局はそれが何なのかはっきりと証明することはできませんでした。ただベンダーはこの一連の騒動からある事件を思い出していました。そういえば、イギリスで起きた例の話に似ているな。この事件から約300年前の1661年の3月、イギリスでジョン・ドゥルリーという浮浪者の男が逮捕されました。昼夜問わず太鼓を叩きながらあちこちを歩き、施しを受けていたというドゥルリーは多くの人々を騒音で悩ませていました。判事に逮捕されたドゥルリーは太鼓ごと押収されるもすぐに逃走。しかし、その後、判事の屋敷に保管していたドゥルリーの太鼓が一人でに鳴り響くようになったのです。さらに子供が見えない力で空中に放り出されたり、肺や排泄物がそこら中に撒き散らされたりもしたといいます。ベンダーはこの奇妙な事例と事務所で起こっている怪奇現象へのある結びつきを見出しました。間違いない、これはポルターガイストだ。来た来た、ポルターガイストね。ホラー映画でおなじみの。はい、先ほどのドゥルリーの事例はおそらく世界最古のポルターガイストだと言われています。ではここで改めて詳しく見ていきましょう。本日のメトラーキーワードはポルターガイスト現象について。ポルターガイストとは心霊現象の一種とも言われており、ドイツ語で直訳すると騒がしく物音を立てる幽霊です。
特定の場所において誰の手も触れずに物体の移動や物音が起こり、場合によっては光や火を繰り返し放つような異常現象も見られます。発生する状況には一貫性がなく、住人の就寝時にいつの間にか物が移動していることもあれば、起きている時間に直接目撃できるケースもあります。物の動き方もゆっくりだったり激しく動いたりと一貫性がありません。原因を探ろうと様々な調査が行われるも、いたずら説やトイレの排水などによる振動説、建築不良説など多くの仮説があり、未だにはっきりとは解明されていない現象です。いたずら説だったら相当たちが悪いよね。さすがにアダムの事務所の場合は違うと思うけど。しかしこの後事態は急展開を迎えることになります。ベンダーが目をつけたのは機械トラブルなどではなく、なんと事務所で働くある女性の存在でした。鍵を握る女の正体。ベンダーは様々な調査を行っていくうちに、ある重要なことを発見します。従業員が誰もいなくなる夜間や仕事が休みの週末には怪奇現象が全く起きないのです。しかも平日の就業時間の中でも怪奇現象が起こる時間帯は限られていました。そしてその時間帯について調べると、さらに驚きの事実が。その時間帯に共通して働いている女性が一人だけいたのです。怪奇現象の鍵を握るとされるその女とは、19歳の秘書アンヌマリー・シュナイダー。最近事務所で秘書として働き始めたばかりでした。早速調べてみる必要がありそうだな。ベンダーはアンヌマリーを応接室に呼び出しました。すると彼の予測は的中します。はい、お呼びですか。アンヌマリーが応接室に入ってきた途端に、吊り下げられた電気が大きく揺れ、電気がチカチカと点滅し始めたのです。その怪奇現象に驚くこともなく、ベンダーは落ち着いた物腰でこう語りかけました。君が数日間休暇で街を出ていた時は事務所で全くおかしなことが起こらなかったんだよ。でも戻ってきた途端にこれだ。うつむき黙り込むアンヌマリー。何か身に覚えはないかい。ベンダーが彼女から事情を聞き出すと、衝撃的な事実が発覚したのです。ドイツのある町で若い男女が言い争いをしている。どうやら二人は恋人のようだ。アンヌマリー、悪いが君とはやっていけない。結婚の話はなかったことにしてくれ。冷たくそう言い放ち、立ち去っていったのは彼女の婚約者。悲しみのあまりその場に泣き崩れるアンヌマリー。実は彼女、恋人に婚約を破棄されたという辛い過去を抱えていたのだ。傷も癒えぬまま秘書として働き始めたのはアダムの法律事務所だった。慌ただしいスケジュール管理に電話対応。実は仕事への不満も相当溜め込んでいると自覚しています。無言でうなずくベンダーは面接を終え、弁護士アダムの元へ。今回の怪奇現象、原因が分かりましたよ。それは一体何なんですか。原因はズバリアンヌマリーのサイコキネシスです。サイコキネシス。驚くアダムをよそに、ベンダーはなおも説明を続けた。こういったポルターガイストは思春期頃の精神的に不安定な人物の周辺で起こることが多いんです。もしアンヌマリーが抑圧されたストレスや不満を念力にして事務所のものを無意識に動かしているのだとしたら、アダムは半信半疑だったが、他の説がない以上その言葉を信じるしかなかった。このベンダーの推理を受け、1968年1月、アンヌマリーは事務所を解雇に。すると予想通りだったのか、あれほどひどかった怪奇現象は嘘のようにピタリと止んでしまいました。弁護士事務所で起きていたポルターガイストは本当に彼女が引き起こしたものだったのでしょうか。仕事をクビになって気の毒だわ。結局全ては彼女の失恋パワーと仕事へのイライラが引き起こした怪奇現象ってこと？それは分かりません。でもベンダーの言う通り、心身に深いストレスを抱えている人が潜在意識下にあるパワーを無意識に爆発させた時、念じるだけで物を動かせる能力に変わるとも言われています。まだ若いんだから、そんな男のことなんてすぐに忘れて違う恋に進めばよかったのに。しかしもちろんこの説にも物言いはついているんです。謎を残したポルターガイスト。アンヌマリーが念力でポルターガイストを起こしていたと分かり、一件落着というわけではありませんでした。あるオランダのジャーナリストはベンダーの調査結果について、科学調査との相互性がないと主張。
他にもベンダーが他の可能性を無視して超常現象に固執した点、証拠を精査せず早々と結論を出してしまった点などを指摘され、多くの批判も浴びました。実際彼の調査結果はポルターガイスト現象と失恋を結びつけただけとも言えますし、実際に具体的な証拠もほぼなかったのです。かといってワイヤーなどを利用したトリックでの演出だという根拠もありませんし、あまりにも古すぎる本件は新たな情報もないので議論するには限界があります。最終的に多くの謎だけを残して事件は幕を閉じました。結局このポルターガイスト事件は未解決事件ってわけね。今ならいくらでもフェイクは作れそうだけど、この時代だと限界がありそうだし、もしかしたら遠い未来、現時点では予測不可能な成果が発表されてこの事件の原因もわかるかもしれませんが、現時点ではここまでということになります。現在はローゼンハイムのポルターガイストとして知られるこの事件、結局のところ本当にアンヌマリーの念力なのか幽霊なのか、はたまた弁護士のアダムが自身の法律事務所の知名度を上げるために仕組んだでっち上げなのか、もはや真実を知るのは不可能に近いのかもしれません。今やポルターガイスト現象として代表的な事例となったローゼンハイムのポルターガイストは今後もずっと語り継がれていくことでしょう。ただこのポルターガイストがサイコキネシスによるものだという説が生まれたのは、実はこんな噂話があったからだとも言われています。ねえねえ聞いた？あのアンヌマリーの噂なんだけど。何何？今やすっかり平穏な日々が戻ったアダム法律事務所、仕事の休憩中、女性が同僚にこっそり耳打ちした話は、彼女が最近働き始めた工場でまたおかしなことが起こっているらしいわよ。果たしてその話は尾ひれがついた噂話なのか、それともメトラの皆さんはどう思いますか？